司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。この記録を聞いた者がいたら伝えてほしいことがある。もし夜羽部隊所属ナイエスに会うことがあったら私は彼に。 アンドロイドは同類と言えるな。ポッド1号さんに命令。貴様の独断の論理思考と発言を禁止。お兄さん、ここは私が。私たちアンドロイドは主たる人類を守るように作られている。だと分かっていても、やらなきゃダメなんだ。お前たち二人は最後の夜羽部隊の。俺は違う、ナイエス。